こんにちは1月12日木曜日の IG 証券ランチエクスプレスキャスターの長谷部真奈美ですえ今日は2023年の円相場についてこの後詳しく見てまいりますまずは昨晩の海外市場の動向から確認してまいりますはじめにアメリカの株式市場です主要な株価指数が続伸して引けました 今晩発表の12月の消費者物価指数でインフレの鈍化が確認されるとの思惑が相場を下支えしました次にアメリカの債券市場です欧州金利の低下とインフレ鈍化の思惑によりこの日は長期ゾーンを中心に米金利が低下しました続いてニューヨーク原油先物です5日続伸の展開となりました中国のコロナ対策緩和で 経済活動が正常化するとの期待が相場の押し上げ要因となりました最後にニューヨーク金先物です米金利の低下が意識され小幅に反発しましたしかし上値では利益を確定する売りが入り上昇幅は限定的でした以上海外マーケットをおさらいしましたここからは最新の市場分析をこの方とともにお伝えしてまいります IG 証券マーケットアナリストの石川純一さんです石川さんこんにちはよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますさて、はい、今年二回目の放送、ね、やっぱりみんな気になる2023年 円相場どうなるんだ。円安は終わったって言えるのかどうか。まあ私たちの円相場じっくりとですね、<laughs> え今日はですね語っていきたいと思うんですが、はいはい、あまりにも材料が多すぎますので、はい、まあよりですね、えー、重要な点にフォーカスして、えー、まあお話しさせていただきます。はい。ということでこちらですねでは。はい。早速サマリーから見てまいります。えまず米ドルで円高優勢の展開に続いて黒線ス円は米ドル安対円高の構図。 おしまいにベースシナリオを崩す要因について見てまいります。 それでは一つ目から参ります。米ドル安、円高の下落要因ですね。そうですね。まあ端的に言えばドル円は下落するというたあの予想を今立てておりますが、はい、まあその要因をですね今回は三つにまとめてみました。はい、まず一番目はやはりアメリカ金利の低下ですよね。はい、やっぱりこの背景にあるのはまあインフレの鈍化。まあこれはあの今日 CPI 発表されますけれど、やっぱり鈍化期待は、ね、強いということってその結果ですね金利が低下するであると。なぜなら 金融政策の長期化懸念もすするかとということですねで金融引き締め政策の長期化懸念の後退というのは、まあ、利下げですよねもしくはその可能性を、ね、市場に意識させますので、うん、やっぱりどうしてもインフレの鈍化この利下げの可能性ですね、うん、こういったものがですね、えー、米金業のです、ね、下押し圧力になって、えー、今年はですね、えー、下押し圧力がかかり続けるであろうと。 いうことが考えられますと。はい、で二番目、今度は日本の金融政策なんですが、やっぱり日銀のですね持続的な政策修正、まあこういったところがですね焦点になってくるのかと考えられます。はい、で今日読売新聞の方うはですね一<え>月の金融政策決定会合でまあ黒田日銀の方うはですねこれまでの金融緩和政策のですね点検を行うといった報道もありました。で昨年十二月のですね金融政策決定会合では政策の修正を行ってきました。はい、ということは 新総裁の下でのでで政策運営すよね、まあ、4月以降になりますけれどやっぱり新総裁がですねより動きやすいように政策手段を発揮できやすいようにですねやっぱりです、ね、今のうちからその下地を整えておく、まあ、そういった、あのーまあ、目的ですね見て取れるかなと考えられますので、まあ、そうなってくると、まあ、2番目日銀のです、ね、持続的な政策修正というのがこれは円高。 圧力になって、ええー、まあ外為市場に波及するのかと考えられます。はい、で、三番目、こちらも円高圧力として考えておきたいんですが、やっぱり資源価格まあこれじゃあ急騰リスクが今後退してるんですよね。やっぱりここがですね、えー、このリスクが後退するということ,いうことはですね、まあ、実時の面、まあ貿易赤字のですね縮小でありましたがその結果景況収縮、まあ赤傾向にある景況収支の改善にもつながるといったことが考えられますと。じゃこの三点に絞ってですね、えー、フォーカスしてお話しさせていただきます。はい、それでは続いて。 こちらですね。ドル円と日米金利差の推移見てまいります。はい、やっぱりどうしてもですね、えー、まあ金利、日米の金利差、まあここはですね軸になるのかなと考えております。うん、もちろん金利がすべてではないんですが、はい、金利がトレンドの決定要因であることはもうこれ事実ですので、やっぱりここを軸に考えておくべきだとお考えております。昨年毎日のようなワードでしたよね、日米の金利差ね。ね今年も引き続き重要になってくるといこと、ね。そうですね。で、こちら二千二十二年、まあ去年からですね、えー、まあトレンドをですね。 上に日米利回り格差、5年債と10年債の利回り格差を持ってきました。で下の段がですね、ドル円のですねトレンドとなるわけなんですが、もう見事に矢印で示した通り右肩上がり、そして、えー、昨年の10月21日ドル円が最高に150円9号をつけた後はですね右肩下がり、青い矢印のお右肩下がりのおトレンドを描いているのがわかりますでここで注目すべきはもう。 ぴったりとです、ね、このトレンドが一致していることなんですよね。うんうん、ということは金利がすべてではないけれど金利の動きは全く無視できないむしろです、ね、大きな影響を与えているとかこのスライドから見て取れるといったことですね。そうな、ねうん、ってくるともう節目の130位いつ割り込むのか,どうかというのが目先の焦点になってくるというわけなんですがこの点をです、ね、次の政策の,です、ね、推移の予想推移でちょっと確認したいと思います。そうですね 2023年の日米金融政策の展望、見てままいります左側は FRB の展望、そして、えー、右側は日銀の展望なんですけれど、まあ、左側の FRB については、ですね、えー、この番組で何度もお,、まあ、お見せした、あのー、スライドかと思います。はい、といいますのも、ことしのです、ねえー、2023年末の FMC メンバーの予想は、えー、中央値で5.1%ということになってはいるんですが、短期金融市場の方ではそこまでいかないだろうと。 むしろです、ね、それより低い水準で、えー、利上げが止まるんじゃないかとでその後年後半はやっぱりですね右肩下がりの矢印青い矢印が示す通り高水準で例えば5%前後で高い水準で政策金を維持することなくもうそのまま年後半になったら利下げに転じるんじゃないかその状況に追い込まれるんじゃないかとって予測が見て取れるんですよね。 まあある意味ですね。え落款まあ落款的と言ったらおかしいですけれど、そんなですね長期にわたって金融引き締め政策が続かないんじゃないかといったことを織り込む動きがずっと続いているわけなんですよね。えーはい、じゃあ一方日銀右側の方を見てみますと今度は逆に赤い右肩上がりの矢印になっておりますと、うん、実際この予測通りに動くかどうかというのはやっぱりあの。 経済状況次第であると思うんですけれどただ、いずれにしてもこの矢印の向きが逆になっているということは、はい、先ほど前のスライドでお見せした通り日米金利差の縮小傾向が今後も進む可能性が高い、はいうん、ということはです、ね、ドル円、今130円の節目をなんとか維持はしておりますけれど、えー、やっぱりです、ね、ここをブレイクするのは時間の問題かなというふうに考えられますねどう考えても金利差は縮小していくだろうということが予想でできるということですよねそれでは続いてこちら注目してまいります。 日米利回り格差、ニューヨーク原油先物、ドル円の推移といううことです、ね、そうですすねねそ今度はです、ねはい、10年歳日米10年歳利回り格差のところにですねニューヨーク原油先物の,のチャートを持ってきました、うん、で下は変わらずドル円のですね、えー、ローソク価値のチャートなんですがここで注目しておきたいのはこの青いゾーンで囲った部分です。よねね、まあ、ここがです、ねえー 昨年11月以降、まあ、11月の FMC 以降、ですね、まあ、トレンドがどんどん転換していってです、ね、日米リオま格差が縮小傾向が鮮明になっていったと、でかつドレ円ンの下落幅も拡大してはいるんですが、プラス赤いライン、ニューヨーク原油先物のラインを見ていますと、一気に下落幅が拡大してるんですよね、はいで。先ほど申し上げました通り、こういった原油価格、エネルギー価格の下落というのは、基本的には日本の貿易赤字のです、ね、縮小要因であると。 日本の貿易赤字が縮小すれば、これはですね、経常赤字の悪化を止める要因にもなります。ただですね、えー、貿易黒字がですね、いきなりですね。あ、ご貿易赤字から貿易黒字にいきなり改善するというわけではないんですが。こういった傾向はですね、少なくとも円安の圧力が止めるであろうというふうに考えることができます。その上、日米の金利差が縮小傾向でたどるんでしたら。やっぱりそれはですね、えー、円高圧力を高める要因になりますので、うん、結果円安圧力の交代金利の方では円高圧力が強まる。ドル円はやっぱり下にトレインとなるというふうに考えることができますので。うんうん まあ今年はですね、こういったコモディティ、特にエネルギー価格の動向もですね、やっぱり円相場の全体のトレンドをですね、左右する要因になりますし、特に金利が格差かかってくる以上ですね、やはりドル円のですねえトレンドの決定要因にもなるかなというふうに考えてもおります。こ、うん、でも円高要因になると。そうですね。ですよね。はい。はい。では続いてクロス円見てまいりたいと思います。こちらです。 ベイドル安にサポートされるクロス円ということでユーロ円のケースですねそうですね、まあ、クロス円といってもまあいろんな通貨ペアがありますので今回、ユーロ円を持ってきました、はい、で冒頭でですねクロス円についてはです、ね、ベ米ドル安対円高の構図になるだろうというふうふに予測はしておりますとでそれを示すのがです、ね、このチャートなんですけれど、まあ、昨年12月以降からです、ね、ユーロ円の冷やしチャートをロウソク足で持ってきましたでポイントはですねこの緑の矢印で示した部分ですね この時ですね、ユーロドルの動向を確認してみますと底堅さを維持したり反発したりしてるんですよねやっぱりこの局面でユーロ円が反発しているということは米ドル安によって今ユーロドルがサポートされている上昇トレンドを維持しているその影響をユーロ円も受けているゆえにです、ね、この2本の緑の矢印が右肩上がりの矢印が現れているというふうに考えることができますとただですね一方でドル円の方はですね、先ほどのチャートでもお見せしました通りずっとです、ね、下落基調なんですよね。 まああのー、単発な買い物しあっても下落基調になっておりますので、ええ、基本的にはそれはユーロ応援の下押し圧力を強める要因にはなっているんですがドル円ほどですね綺麗な下落トレンドを描くことなく、うん、ユーロの方はですは、ね、やっぱりこうやってジグザグに下落しては反発してまた下落しては反発してという形で、うん、まさに米ドリアス対円高の戦いがです、ね、こういったチャートに表れているのかというふうに考えることができますね。うんうん で直近見ていますとまああの昨日二十一日移動平均線を突破してそこがですね、えー、まあサポートラインとして意識されておりますで現状ですね、えー、フィボナッチのですね、えー、リトレースメントまあ六十一点八マパーセントをトライするかどうかまあ昨日はですね、えー、まああの反値戻しですね直近のですね百四十六円七三から百三十七円のですね三桁、えー、ですね高安の反値戻しの水準も回復しておりますのでじゃさらに上に取られたなるかどうかという分岐点には来ているんですけれどやっぱり今日はアメリカの CPI で米ドル安が加速する場合ですよねその場合には基本的には今あの緑 矢印のトレンドになっておりますのでユーロドルの上昇要はベイドリアスにサポートされたユーロドルの上昇それが優良に波及することによってフィボナッチのリトレースメント160.80%が、ね、ここの水準をです、ね、トライしブレイクできるかといったところが焦点になってくると思いますただベイドリアスが圧力が高まるということはそれだけドル円のギャラ感も拡大するリスクがありますのでそうなってくるとこういったテクニカルポイントで結局ユーロドル円というのはです、ね、上値が抑えられてまた下値トライも の状況にも陥るということで、基本的にですね、今年はユ,ユーロ円に限らずですね、黒線というのは非常に読みづらい年なのかと思っております。うんうん、そういったとると、私がもしですね、えー、個人で FX をトレードするでしたら、ら、はい、やっぱり基本的にはドル円とかユーロドルとかの、まあ、ドルストレートでまあ取引するからと考えておりますね。なるほど、わかりました。ではおしまいにこの今までお話しいただいたベースシナリオを崩す要因について見てまいります。こちらです。 ベイドリアス円高のシナリオを崩す要因1、でですねそうですねねそういろんな要因はあると思うんですけれど、はいまあ、この1番と2番のこの2つの要因が、ね、重要かなと考えておりまして 1>,、うんまあ、1番はです、ねまあ、あの昨年からずっと言い続けているインフレの高止まり言い換えればです、ね、思ったよりインフレ低下しないんじゃないかと市場が思ってしまうとやはりそこで金利のお米金の、えー、低下も止まってしまいますのでそうなってくると、イコールですねやっぱり金融引き締め長期化するんじゃないか。 いとじゃあそうなってくるとやっぱりあの株安でそう,そういったところがです、ね、米金利の高止まりそして株安によって米ドル安ではなくて米ドル高になる可能性が高いということが考えられますと。 でその要因としてはやっぱりですね国際政治情勢のですね、えー、国際政治の情勢ですよね、まあウクライナ、ロシア、ウクライナ情勢、まだまだですね、えー、予断を許さない状況が続いておりますし、あと中東情勢、特にイランの情勢が不穏な動きを見せておりますと、であとはですね、えー、東アジア情勢ですよね、まあ、こういったですねの国際政治のおをですね俯瞰してみますと、やっぱり火種がですねもうそこかしこにですね、えー、もうありますので、まあ、そうなってくるとこの国際政治情勢というのはですね、えーまあ、2023年もですね マーケットのメインテーマになり続けであろうというふうに考えることができますし、あとはですね、この番組で何度も言います、あ指摘してきたあの労働市場の動向ですよね。あの6日の雇用統計で賃金インフレがですね、いよいよ抑制されるんじゃないかっていうシグナル。 確認さされれままましたけれどだだを許さないと、うん、まあ特にです、ねまあ、インフレの高止まりでやっぱりストライキとかデモとか頻発することによって実はです、ね、それほどです、ね、人件費が下がらないんじゃないかという状況もまだまだです、ねまあ、テールリスクであるけれどその可能性はまだありますのでこういった要因値というインフレの高止まりというのはです、ね、基本的にはです、ね、ベースシナリオを崩す要因として、まあ、常にです、ね、23年注目しておきたいと考えておりますし、まあ、要因に中国経済の動向ですよね、まあ、それはもう新型コロナの感染状況ですねそれに対しても中国政府はどうアプローチするのか。今のところ規制 緩和しておりますけれどこのまま広がり続けていったらです、ね、またそれをです、ね、政策転嫁するのかどうかというところも不透明感に立てておりますし、仮にそのような状況になったら、やっぱりこれはです、ね、リスク資産にとってはです、ね、ネガティブ要因、要は株安とかです、ね、の要因になりますので、うん、まあそうなってくるとリスク回避のベートル買いといったあの展開も見られると。ただ、この要因に関してはです、ねまあ、少なくとも今年前半は意識されるかなといったあの要因でありますので、中長期的というよりは短期的な その拡大要因として注目すべきかなと考えております。うん それに加えて中国は今、ね、新型コロナの対策は緩和されたものの、はい、ちょっと、ね、国際政治的にはちょっと不穏な動きも <laughs> 見られたりしていますよ、ね、そうですね。というてことはやっぱり4位1位に絡んでくるということでアメリカだけではなくてですねやっぱり今年は中国の、ね、政治・経済の動向もです、ねまあ、重要になってくるかなと考えておりますし、はい、それによってですね果たしてベースシナリオ通りに進むのか、うんうん、それともこれを崩してしまうのか、はい、崩すとしたらそれが一時的に崩れるだけなのかどうかといったところもです、ねまあ、注目していきたいと考えております。 はい、今日は2023年円相場の展望について石川さんの解説でした。ig 証券ランチエクスプレス、今週はこの辺りでお別れです。また来週お会いしましょう。失礼いたします。